今回はですね、マイネオが新しいサービスを、ね、発表しましたので、紹介をしたいと思います。もうすでにね、まあ、いろんなところで紹介されていますので、えー、結構ね、知ってる方もいらっしゃると思いますけれども、まあ、なかなかですね、面白い反面、微妙と言いますかね、非常に使い方が難しい料金プランだったり、サービスだったりするんではないかなと思います。それではね、見ていきたいと思います。まず一つ目は、 毎速スーパーライトですね。毎速のさらに下のプランと言いますかね。さらに低速のプランです。まあ、月額は250円ですね。これ税込み価格になります。で最大通信速度が 32kbps というね。まあ、いわゆる今まで制限されていた速度がずっと続くということですね。まあ、当然これで一応無制限的な扱いなんでしょうね。ただ 32kbps なんで、 まあ24時間通信していたとしても、正直それほどデータ量はまあ消費できないのかなと思います。まあ、これが250円の税込みという価格です。で、2023年の2月の22日から提供開始ということですね。で、当然これ、倍速なので、250円の中に音声通話プランといいますかね、音声通話も含まれています。ショートメッセージも含まれています。だからデータシムではありませんので、 音声通話シムで250円というところですね。で、もう一つ発表されたのが10分通話パック。これもまた微妙なんですよね。月額110円で最大10分間、約440円分の通話ができますと。で、専用通話アプリなしでということなんで、まあ、普通に電話するだけでこれが適用されるということですね。 まあ、たまに電話するならということなんですけども、これって10分間の通話パあの、通話し放題ではなくて、10分間の通話パックなんで、1ヶ月で10分しか通話できない。というか、この料,料金の中に含まれているのは10分間なんですね。で一応、残ったら翌月に繰り越しができるというところもね、ちょっと面白いんですけれども、ただ、月に10分なんですよ。これで事足りる人っていうのは、ほぼ電話を使ってない人なので、 うんちょうど10分ぐらい話す人ならいいのかもしれませんけど、ちょっと微妙ですよね。使い方難しいと思います。それではね、先ほどのマイ速スーパーライト、一体 32kbps でどうやって使うのかという話なんですけれども、まあ、これはマイネオの、ね、発表会の資料なんですけれども、まあ、これを見るとですね、基本的に通話シムで使いましょうねっていうことですね。 で、これが最初、さっきのね、枚速スーパーライト3 2ロ b p s 超低速ですよね。これが250円税込みですと。で、さっきの10分通話パック110円をつけても、月額360円で10分間通話できる SIM カードができますよという話ですね。で、もちろんこれ全く通信ができないわけではなくて、一応3 2ロ b p s で通信ができるので、まあ一応 LINE のですね、 テキストメッセージのやり取りぐらいだったらこれでもできますよっていう感じでしょうかね。で、あとね、やっぱりさらにこのかけ放題のパックなんかね、要は通話のそういうオプションプランを追加することによって使いましょうということですね。で、これは毎速スーパーライト250円にかけ放題の10分かけ放題ですね。月額550円です。で、これを足しても800円で 10分かけ放題の通話 SIM が持てるということで、まあ、この辺はなかなか面白いのかなと思いますね。まあ、だからこれも10分間、うん、10分間だったら結構ね、細かい、短い電話をたくさんかける人、月にこう回数たくさんかける人にとっては、まあ、月額800円で、そのね、AJ、10分間以内だったらかけ放題っていうのは結構メリットがあるかもしれません。だから電話をかける用の SIM カードですね。 でもう一つが、えっ、ー、と、毎速スーパーライト250円に24時間のデータ扱い題で330円をプラスして、まあ、250円プラス330円。これは1回限りということなんですけども、まあ、これはね、もう皆さんすぐピンときたと思いますけど、まあ、これ、ポボ、ポボでね、やったほうがいいですよね。ポボだったら、えー、この月額がね、ありませんので、まあ、それでトッピングの料金だけで、まあ、24時間。 ほぼ2日間ですね。最長2日間か。最長2日間近く通信ができるというところを考えると、まあ一応これはね、こういう使い方できますよって歌ってますけど、まあほぼのユーザーからするとそれほど魅力はないかなと思いますね。まあただ、さっき言った通話ね、シムとしてメインで使っていて、今日1日だけデータ通信ね、えー、たくさんしたいよというときは、まあ一応ね、これでトッピングみたいな形で、まあプラス330円することによって、 まあね、データ通信使えるようになりますんで、そういうね、使い回しの良さっていうのはあると思いますけど、ただこれだけを目当てにしてするんだったら、ポポの方がいいですよね。で、もう一つ面白いのが、広告フリーというサービスです。で、これは無料なんですね。ただ、申し込みが必要ですよと、お申し込みが必要ということです。で、これはですね、広告によるパケットの消費を抑えるということで、一応ベストエフォートサービスでということになっています。だ確実に、まあフリーになるかどうかっていうのはちょっとね、わからないんですけども、 ただ本サービスは当社が管理する広告 IP アドレスリストへの通信料をフリーとするということなんで、マイニョウが管理している広告の IP アドレスの広告については、一応まあ無理あのフリーにしてくれるっていうことなんで、だからこのリストに載ってない広告については、今まで通りパケットを消費するっていうことなんで、だからまあベストエフォートって言いますかね、100%ではないけれども、 まあ、ベストエフォートですと、えー、頑張りますというところですね。まあ、そのパケット通信量がかからないということなので、まあ、やっぱりかなりね、広告のデータ通信量っていうのは多いと思います。で当然、ブラウジングしたりね、まあ、SNS 見たりしても、必ず広告ってほぼね、見る機会が多いですよね。そういった中でこれが通信量にカウントされないというのは結構面白いかなと思います。だからこの制度ですよね。 このベストエフォートの精度がどの程度かっていうところによって、このサービスがまあいいのか悪いのかっていうことになりますけど、ただ料金が無料なんでね、そういった部分では、マイニオさんもとりあえず無料ならいいかなっていうところでね、始めてると思うんですけれども、これはどの程度あの効果があるかっていうのはちょっと気になりますよね。一応、これね、マイニオの資料なんですけど、パケットの4割が広告で消費していますよというね、調査結果があるようです。 だからコンテンツ、実際見たいものが6割で、残りの40%については、まあ、実は広告の通信量ですよということです。まあ、なので、単純に言うとデータ通信量が、まあ、あくまでもね、参考値ですけども40、40%ぐらいもしかしたらカットできる。まあ、逆に言うと40%ぐらい増えるようなイメージになるのかもしれないですね。ただですね、この倍速スーパーライトのちょっとした注意点になるんですけれども、 それだったらスーパーライトに変えたいよという人がいるかもしれませんけど、これがね、ちょっと気になるんですよね。毎速スーパーライト、新規回線契約時のみ選択いただけますということですね。ここですね。スーパーライトから他の料金プランへの変更はできますが、だから上位プランへの変更はできるけれども、他のプランからスーパーライトへの変更はできませんということですね。だからこれって、 既存の回線の人は、このスーパーライトを選べないっていうことですよね。新規回線契約するときだけ、あのこれが選択できるということなんで、まあ、ちょっとここも引っかかりますよね。だから電話でね、さっき言った電話回線として使いたい、今までの電話回線使いたいよという方も、実際は使えないということでしょうかね。電話専用のね SIM カードが欲しいということは、新しい番号で作るということになります。 これちょっと使いづらいかなと思いますね。今紹介したね。まあ、マイネオに限らず、こういう月額料金が安いシムカードの、もう最強といえばポボですよね。なんといっても、基本0円ですよね。これと比べてどうかというと、まあ、こっちはね、1 2 8ロ b p s ということで、それで無料で使えて、もちろん音声通話シムっていうことなんで、もうこの段階で、ちょっとマイネオのね、 えー、スーパーライト、毎速スーパーライトって正直意味がないのかなっていうところです。で、これはマイニョーも歌ってるんですけど、やっぱりその音声通話プランとセットしてどうだっていう話なんですよね。まあ、それでマイニョーの方でその音声通話のトッピングを見てみると、まあ、一応月額0円としましょう。128kbps の低速モードとして、5分かけ放題だと550円なんですね。 だから5分以内のかけ放題であれば、ポボの方がまあ安いというかね、この月額料金としては安く済ますことができるということでしょうかね。まあ、マイネオの方はその5分っていうのがありませんので、まあ、その分ね、えー、5分以内。でも5分以内ってきついんですよね。だそこはマイネオいいとこついてきたかなと思いますね。5分以内っていうのは結構ね、オーバーするケース多いんじゃないかなと思います。ただ 10, 10分あればね、 結構ですね、そんな込み入ったね、相談とかじゃなくて、連絡等の話であれば、10分もあれば結構十分ですよね。そうなってくると、毎オのね、メリットお、毎速のスーパーライトプラス、えー、と10分のかけ放題プランのセットっていうのは結構意味があるのかなと思います。 もう一つね、通話のかけ放題で一応、無制限っていうのがね、ぽぼにあります。で、マイネオにもあるんですけど、これが1650円ですね。だからデータトッピングなしで、基本料0円に対して、えー、税込みの1650円で、一応通話かけ放題ですね。5分以内とか10分以内とか、そういう制限がないかけ放題が1650円です。で、マイネオの方にもですね、時間無制限のかけ放題、えー、時間の制限なく、何回かけてもかけ放題と、何回もかけ放題と、これが1210円なんですね。 で、これプラス、さっきの250円を足すと、1460円ですかね。だから、このかけ放題についても、一応、ポボよりも、まあ、いくらか安くなるということで、まあ、やはり通話メインで、まあ、10分とかですね、あるいは時間無制限でかけ放題のシムが欲しいという方は、マイネを選ぶメリットは一応ありますね。ただ、やっぱり個人的に一番引っかかっているのは、新規でないと、 スーパーライトに契約できないっていうところ、ここが非常に使いづらいかなと思います。ということで今日はですね。 マイ毎尿の新しいサービス発表になりましたので紹介させていただきました。毎速スーパーライト3 2ロ b p s で月額250円から利用できるということなんですけれども、で、毎速ってついてるんでね、低速なんですけれども、使い放題 SIM みたいなイメージありますけど、これは説明しました通りね、実際は音声通話 SIM なんですね。音声通話 SIM のなんかベースプランみたいな感じですよね。データ SIM として、 低速で定額のデータシムとして使うのであればポ、POVO ポの方が基本料ほぼ0円でね、もちろん数ヶ月に1回、ね、トッピングしなきゃいけないっていう条件はありますけれども、基本料0円で 128kbps で通信できるわけですから、低速で安く使いたいという方はそちらの方がいいと思います。だからやっぱりマイソクは、マイ s o は m y という名前つけていますけれども、基本的には音声通話シムのベースプランで、それに対して音声通話のオプションをつけて、 使う、電話用の SIM カードということになりますで。そう考えるとですね、確かにポボ v ルよりも安くなるところもありますし、まあ、これ使い方によりますけどね、えー、使い方によってはポボ v ルよりも使いやすい音声通話 SIM ができるんで、まあ、ここは魅力があるかなと思います。まあ、ただ残念なのが、そのね、えー、新規契約時にしかこれを選択できないということですので、まあ、ちょっとそこが引っかかりますかね、ちょっと使いづらいかなと思います。 ただこれってあれですかね、もちろんマイネオで今までね、毎速で使ってた方は、要は下のプランに落とせないっていうことなんですけど、例えば他社から MNP とかで入った時には、スーパーライトって選べるんですかね、ちょっとその辺がね、よくわからない、えー、書いてないんでわからなかったんですけども、まあ、いずれにしてもそういう制限があると、 まあ若干使いづらいかなと思います。で、あとね、全体としてはそれだけね、あの、その音声通話シームを今使ってる人がどれだけいるかっていうことになると、まあ、それほどね、まあ、需要はないとは思いますけれども、まあ、ただ選択肢の一つとして、まあ、そうは言っても音声通話シームのかけ放題シームを どうやったら安く運用できるかっていうのを探している方がいないわけではないと思いますんで、そういった方向けにはね、新しい選択肢として、結構ね、枚速スーパーライトと、えー、っとね、かけ放題のオプションプランですね。これを合わせることによって、えー、結構魅力的なね、かけ放題シムができるんではないかなと思います。あとは広告フリーですね。これもなかなか面白い発想ね、マイネオらしい面白い発想だと思いますけれども、 これはまだちょっとね、どの程度お効果があるかっていうのが、実際にサービスが始まらないとわからないので、まあなんとも言えないんですけれども、まあ一応発想としては面白いし、あと無料でね、使えるということなんで、 まこれはですね、とりあえずマイネオの一つの特徴として、まあ無料で使えますからね、マイネオで契約すると、やっぱり広告料の分、えー、パケット通信料が節約できるよっていうことになれば、それはそれでね、マイネオの魅力につながるんじゃないかなと思います。今日はですね、マイネオのね、新サービス紹介させていただきましたけれども、まあ苦しいながらも頑張ってるね、マイネオを応援していきたいですよね。はい、今回は以上です。